はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミストです。今回はシャドーバースの方やっていきたいと思います。そしてですね、今回は、アンリミテッドの方のまあネタというか決まれば強いデッキのご紹介です。で、今回抜刀術とレオニダス、抜刀レオニダスをね、成功させたいと思います。というよりは成功しました。はい、このデッキで遊んでたら、いい感じにね、動けた試合があったので、今回そちらの方をね、解説したいなと思います。で、ちなみにですが、このデッキ、優雅なおもてなしで、持ってくる指揮官カード、レオニダスしか指揮官が入っていないので、レオニダスが確定で手に入ります。そして、他に指揮官とか入れたくなったりするのが嫌だったので、もうレビオンカードは全部入れております。あとはまあ手札ドローだったり盤面の取り合いに強い兵士を入れたりしております。最悪の場合ね、エイラにも生きるんですよ。5ターン目に抜刀術レオニダス、必殺潜伏フォロワーのターニャとかを置いておいて、エイラが高校4ターン目に進化されたとしても、必殺持ちの機械翼のなんちゃらってやつ、なんだっけ、2コストの機械フォロワーで機械カード使えば必殺持つですね。あいつにレオニダスが当たることができれば、5ターン目にね、抜刀レオニダスもできるという感じですね。まあとりあえず面白かった試合の方というか成功した試合の方見ていきましょう。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はい、それではリプレイの方見ていきましょう。お相手さんはネメシスですね。ネメシスは、必殺持ちの有名なフォロワーというとリーシュナが挙げられます。ただ、このデッキというかこの戦闘形式はアンリミテッドです。ほとんどがデウスエクスマキナアーティファクトネメシスでね、またアーティファクトかって思ってましたね。お相手さんの1ターン目動きはなしで、僕の方なんですけども、まあルネス出しておこうと。今のところこのデッキのキーカードである2つのカードが来ておりません。このルネスなんだかんだ言って役に立ちました。ハーメルンを上から取ることができます。ここでレビオンの弓使い、ジェノ出すのもありかなとも思ってはいたんですけど、まあいっかって感じです。そしてね、お相手さんのね3ターン目の動きがパペットルームだったので、おや、これは人形ネメシス、もしかしたら操り人形を軸にしたデッキなのか、それかリーシュナかってちょっとね期待をしております。まあこの時点ではね、レオニダスを引くための、優雅なおもてなしもないし、レオニダス自体も来ないしって感じで無理かと思ってたんですね。はい、私は散らない、散りましたがね。大釣り人形2枚を使ってお相手さんはレビオンの弓使いを取ってきます。幸せが遠のくわ。そして、僕のね進化可能4ターン目優雅なおもてなしを引けました。じゃあ使おうかとレオニダス、そして純真の歌い手で抜刀術が来ればって思ってたんですが、まあ来ない。この後2回ドローするので、まあ純真の歌い手の死亡時と次のターンの ドローですね。お相手さんはリーシュナが出てくる必殺持ち、さあお相手さんが必殺持ちが生き残る、レオニダスがいる、あとは抜刀術だけ引けなかった。あー、レオニ引けたのになーって思ってました。はい、レオニーはいるけど抜刀術がねえとダメだよって。まあ最悪8ターン目にもねレオニダス出せるので、まあいっかとも思ってました。ところがどっこい、引くんですね抜刀術。まさかのここで抜刀術が来てくれて、携帯落としそうになりましたね。はい、やっていきましょう。抜刀術レオニダス、この首欲しきたりてとり、5ターン目にレオニダスの石、これリプレイなんでお相手さん淡々とプレイしますけど、実際プレイするときはお相手さんの動きがね30秒ぐらい止まってましたね。
お相手さんフォロワーを3体並べてターンエンド。このデッキは失踪カードがアルベールしかないので盤面にフォロワーを並べまくってって感じで考えていたんですけども、お相手さんの盤面見るにめちゃくちゃ弱いので、盤面がね、だったらこれアルベール走ってもいいんじゃないかなと。レビオン、レビオンバージョンのアルベール、絆の雷、そして首飾りも使っちゃって、そして進化まで使っちゃって、攻撃力9の疾走、体力は11あります。ぶっ壊れてるはい、お相手さんこのデッキ、このデッキというかこのカードを返す手段があるとすれば、そうですね、白き破壊のアーティファクトを置きつつ破壊の歌声なんですが、破壊の歌声は4コスト必要ということで、お相手さんの心が折れました。すっげえ爽快感半端ないですよ、決まればご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。